が一番テンション高い時はカラオケで愛の手を入れる時。どうもーゲームマーケットがお送りするゴージャス動画です。はい、今日の MC はサイリー。そして相方は、はい、タンくんです。お願いします。お願いします。この二人が揃ったということは、タンくんソフトを教えてくれる？はい、今回やるゲームはですね、龍が如く極みをやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、そのままもういっちゃうよ。ではゲーム画面どうぞ。第9章奪還。うん、うん、いくわよ。難しいかな。ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。はあ、大丈夫だキリュウ。ペンダントはともかく、連中がハルカを同行する理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ、ハルカが俺から離れようとしたって聞いた時、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で自分のしたことを信じてた時の気持ちを今思えば、俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、ハルカはあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。うん、うん、うん、さすが桐生さん。桐生さん、かっこいいポイントだね。こいつがあのジャガのアジト。そうだ。伊達さんは例のハルカの捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか。悪いが今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かった。すまない。死ぬなよ桐生。言っちゃった、キリュウさん。お客様、お一人様でしょうか。ラウカーロンに伝えろ、キリュウカズマが会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。あの、お客様。でやった方がいいんだけど。セリード使います。ちょっと待って。意外と意外と意外と、そんなにそんなに横面な、ないあれあれ、まあ、どうだね、うん、徐々に強い子が増えていくと思うけど。経験にしましょう。79もありますからね。これは少し強いぐらいの人。うん、なんか全然
全然出たって感じですね。そうだね。おそうって思うけど、うんうん、まあ武器いっぱいあります近くに、うん、さあ今度は殴っていきましょうよね。殴っていって、おうん、一層パンチ、おーよーし。でまだまだ来るね。まだまだ来ますね。うん、あー銃か。おー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 ね、はい、はい、ね、うん、くそくそ、おい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 、はい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 、そうそう、ね、壊しは壊し屋ではなくね、チンピラスタイルが一番ずーっとやってきたからね。おなんだこれは、倒れた。でさあさあさあ、よし、で、あ、これが多分強いキャラ、うん、で、おーいー、うーん、どー、で、あと一発二発で、おで、いいですよ、うん、いいですよ、武器使って、武器がいっぱいね、はっはっは、1、2、おい、はい、はい、出たね。はい、じゃあ階段登ってきますか。うん、中華包丁、はい、いいですね、中華包丁だ、はい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 、おお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 、こんな戦い方があったんだね、すごいっすね、はい、で、まっすぐですね、これはもう倒れたね、よし、まっすぐ、今すぐ進んじゃって大丈夫でーす、うん、はい、まあね、はい、とりあえずこの人を倒して、で、これを手に入れたから、おう、うん、誰だ、ちょっと強いやつ出てきましたね。あー、じゃあ早めにこの子たちを倒さなきゃね。そうですね、さあ、どんどん攻撃しましょう、うん、で、武器を取って、はい、くそ、さあ、どんどん攻撃して、で、この武器を倒して、おーおーおー、次は、はい、はい、うん、また来たよ、早いね、これは早めに強い人を倒した方がいいのか、武器いっぱいあります、まだ、あ、なんかいろいろある、うそー、はい、なにこれ、なんか豚のね、顔をはめたよさっき、あら、そんなのもあるの、はい、はい、うん、はい、さあ、アイテムもありますからね、アイテム結構あってね、楽しいんですよ、豚さんがね、これどれくらい攻撃力あるんだろうね、まあまあまあですね、うん、はいはい、チョウさんどれかな、ひどい、まあ、広いね、ジョウさん10でしたね、投げた、うん、ジョウだった、三角で使えるんですね、だね、よし、もう混んでるよ、混んでるよ、ちょっと一人ずつにしたいな、一人ずつは難しいかなと思うんですけどね、そう、ただ多分四角でバン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 攻撃したら早いですね、うーん、おいおいおい、頑張って、大丈夫さん、大丈夫さんならできますよ、大丈夫さんならできます、大丈夫です、できると思う、もうもうできると思う、うん、ただね、でもまあ武器もなんかね、大丈夫ですよ、サニーさん、うん、大丈夫です、そうね、そう、刺しでやりたかったよ、はい、で、もう包丁系はないな、まだちょっとあるんだね、うん、これ中国包丁がまだあるんですよ、どこにあるかな、でももうゆっくりさ、あ、あったあった、これはね、まあ、違う違う違う、それじゃない、まあ、その攻撃してみましょうよ、うん、
はい、一回戻って、おい、今のうちに包丁持ちたい。クソ、なんで持てないんだ。まな板違うよ、包丁持ちたい、持ちたいよ。あ、持てた。はい、あと一人です。あと一人、どこだ。おお、はいはいはい、3、4、5、6。おお、シャン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 、経験値も239溜まってます。溜まったね。包丁とりあえず持っとくか。そうですね、うん、この方がいいですね。あ、もう大丈夫ですよ。これ持ってないやつか。どうしました。あ、包丁ね、もらっとこうと思ったんだけど。そしたら一回丸で投げて、うん、で、そっか、もう一回ですね。これでいいね。あ、ここにあった。はい、拾っちゃいますね、多分包丁。いいね、はい、丸。あれ、一回丸押してみましょう。分かった、はい、で、丸捨てる。はい、で、もう一回近づいて丸、丸、うん、はい、もうちょっと近づいて、はい、どこ。よし、はい、じゃあ行きましょう。ふぅ、能力も解放できるね。はい、まあやりたいタイミングの時にやってもらえれば。よっしゃー、はい、後でやろう。はい、うん。ハルカ、そろそろ来ると思ってたよ、キリュウカズマ。12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億を。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野にしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした。とっくに売りさばいたよ、錦山にね。ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろ。逆だ、俺たちにはこの娘さえいれば十分。何、どういう意味だ。おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。あー、リーチ長い武器だな。どうすべきかな。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。そうだね、ここが鬼門かな。おい、だね。どうしようかな。さあ、サイリンさん、お願いします。うん、痛いよ。おー、結構武器いろいろね。もう向こうが武器を持つならね、こっちも、強いな。ね、あ、アルカ見ないで。アルカ見ないで。こんなの見ちゃダメだよ。ずっと見てます。見ちゃダメだよ。ちょっと初めてマジマさんを倒した時ぐらいトリッキーだな。ずっと多分アルカ見てますよ。見ないで。真ん中にいますか。アルカ見ちゃダメよ。アルカすげえ興味津々で見てる。おじさんどんな興味すんだろうみたいな。はるかちゃん、そういうとこあるからな。はるかちゃん、さあ、あ、痛い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 。はい、ある程度盛り上がりました。ある程度ちゃんと、お、能力解放するよ。はい、さあ、じゃあ次はね、体力、攻撃力やっぱアップしたいんだよな。どっかからいけるかな、ここかな。そうですね、うん、その間に取れるものは、これは敵が持つ武器を強制的に外す。刃物などは意味がないやつ。はい、うん、能力獲得。はい、で、いきます。これはダウンするような攻撃を踏みとどまる。刃物や銃撃に与えられない。今はあんまり必要ないみたいんだけどな。
どうしますか。ちょっと反対側見てみるね。体力アップ、体力アップ、うん、こっちにしようかな。今関係ないしね、はい、うん。能力獲得。はい、まだいけます。うん、こっちかな。能力獲得。はい、よし、あとは貯めます。はい、で、お薬を使うよ。はい、で、でもってまだだよ。装備も買いますか。装備がね、285もあったんだ、攻撃力。お、さあやっていきましょう。はい、いきますよ。かっこいい、かっこいいな、かっこいい、かっこいいよ。おー、しびれてる、しびれてるよ。すごい、すごい、おー、最強じゃないですか。これ強いね。しびれますし相手ね。おおお、しびれてます、しびれてる、しびれてる。もう攻撃力あるかな。あ、あるんだね、ちゃんと。ありますよ、すごい、すごい強いじゃん、これ。いい、やばいですね、やばいやばいやばい。相手も終わりました。あー、終わっちゃったよ。終わっちゃった。新しい武器だ、二刀流か。早いな、きっと。だからとりあえずここら辺で。おー、当たってます。くそー。お、よし、おー、当てた本人が一番びっくりしてます。おお、うん、かわしてますね。かわしてる。はい、いきます。いける。おお、いったー。あー、極み。はいはいはい、もうすでになりましたね。あれ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 、ってことは壊し屋スタイルってこと。これリアルタイムのやつ違う、うん、ただボコられるってやつだった。おいおいおい、投げると多分やばいですね。なんだこの野郎。くそー、舐められてる。舐められるのがいっちゃ嫌なんだよ、キユーさんは。お前なんてこうだこうだこうだ。おおおお、いやキャミさあ、もうちょっとセレミさんね、もう許せないんだから、もう、に、うん、あ、お、回復してますね、体力。なんだと。おい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 、やめてくれ。で、やめなさいと。キャミー、何回回復するんだろうな。はいはい、サイさん、いいですよ、いいですよ、サイさん、いいです。ね、おお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 およかった。おじさん、ごめんね、ごめんね。桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。してないって言ってもな。なんで誘拐になるんだ、須藤。お前だって見たろ、あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ、伊達さん。何？何があろうと桐生の釈放はありません。伊達さん、だから言ったじゃないですか、手を引けって。では。
ハルカ。おじさん。お前。ごめんね、おじさん。こんなことになっちゃって。私、本当はおじさんと一緒にいたかった。だけど、これ以上、おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は。俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたら。やばいだろうな。だがもう遅い。逃げるぞ、キリュウ。伊達さん。かっこよかった、今の。ああ、やっちまったか。すまない、伊達さん。ま、どちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それより、この事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ。これ、覚えてるか。遥かをスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織、MIA ってのがな。MIA？ミニストリー・インテリジェンス・エージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥かとどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。遥かには100億以外の価値があると。100億以外の？ああ。どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え？鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ？そうだ、まだどっかで生きてるってことだな。あ、遥か、俺は弓を、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。ショー出てくるときにつけられてたみたいだ。何？もしかするとジャカの連中かもしれない。くそ、仕方ない。キリュ、お前はそいつで奴らの足止めをしてくれ。分かった。はい。はい。何車を打つのかな。あー、はい。じゃあ、操作方法ですね。うん。L1 がヒートアイ、射撃三角四角×リロード隠れる、はい、カーソルの移動はこれで。ヒートアイっていうのがですね、まあ、スローモーションになるって感じですね。で、まあ、撃つのは三角でも四角でもいいと。で、リロードするのは×ですと。はい。で、カーソルはまあ、視点移動とかですね。はい。じゃあ。右のカーソル移動とかないんだね。左だけなんだね。へー。はい、あ、十字キーは使うんだね。使います。あ、使うの？カーソルの移動、十字キー、やってみなきゃわかんないね。はい。やったことある気がするの。なんだっけね。なんかやったことある気がするの。はい、じゃあやってみましょう。あれ？バトルしちゃいましたね。あ、そうか。あー、ヒートアイは、そんな頻繁に使いませんね。今あのアイコンがなってるじゃないですか。あの今、はい、青、黄色、赤になっていくと、赤になっていくと相手が撃ってきます。あ、そうなんだ。はい。おお、はい。あ、いいですね。あ、弾切れか。はい、今弾切れも気にしつつ、ほう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 、はい、はい、はい、
あ、2発当てなきゃいけないな。はいはいはい。え、なになになに、どんな嘘、なになに、あれ赤になると相手が撃ってきます。あ、そうか、なんか罰で中に入んなきゃいけないんだったね。はい、そうだそうだ、忘れてた。あ、撃ってきます。あ、今出ちゃうと。あ、いいですね。うん、撃たれますよ。で、下の黄色の車のゲージあるじゃないですか、うん、あれがゼロになってもダメです。うん、もうそれ見る暇ないね、なかなか。はい、うん、はい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 え、どうしたの、なになに、おかしい。いや、うん、ヒートアイすごい使うなと思って。せっかく便利だからね。はい、うん、よだりさん、ね、できてますよ。ね、うん、よしよし。あ、ウシエジモってこと？はい、タイヤタイヤしてきますんで。分かった。おおおー、いい、いい、いいですね、ダイリンさん。いいですよ。熱くなってくれてる？はい。おおおお、まだ手が出てないからね。あロケットランチャーってことね。ロケラン撃つなんてひどいよ。さすがに、あ、まだダメだね、いった。あロケットランチャーも、ね、あの、ゲージを見て、あの、発射する弾を銃で撃つと爆発するんで、うん、あ、そうなんだ。銃できません、右側。はい、はい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 いいですよ、セリーさん。いい、うん、できてます、できてます、うん、はい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 。あー、それ撃てるです。撃って、撃てる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 。おー、そうです。さすがです。なるほど。おー、できてますよ。よかった、順調ですよ、サイムさん。ね、順調順調。で、あ、危ないね。おおおおお、うん、で、結構これはね、はい、楽。楽ですか？うん、だって FPS みたいな感じだもん。あの、ちょっとコントローラーの感じが違うけどね。おお、うん、いいですね。うん、やっぱ、リュウはこういう遊びがあるからいいよね。カーチェイスだってさ、いつだっけ、カーチェイスどっかでシリーズやるよね。そうですね、うん、はい、カマシンなんでどんどん撃たれてる。うん、撃たれてる。あれ、消えてなくない？当たってる、当たってるね。当たってますね。いいですね。うん、真剣だよ。でも、なんでこんなにこの子、何かつけてるのかな。つけてはないですね。つけてない、防弾チョッキ、シュッ、結構当ててるんだけど。はい、まあ、スローモーションにしちゃうと銃の弾も遅くなっちゃうんで。あ、そういうことか。はい、ただ向こうが銃、あの、スローモーションになってるわけじゃないんだね。自分もスローモーションになってるんで。なるほど。あの、おー、いいですよ、いいですよ、いいですよ。もうちょっと、あとは運転手を。お、いいですよ、いいですよ。おー、よし。あ、そうだ、ロケランだ、次は。結構いるわね。あ、撃ってきます。あ、撃ってきてる、撃ってきてる。お、いいですよ、いいですよ。で、ロケラン、ロケランやろう、まずやりたいね。そうですね、バイクは優先的に倒した方がいいね。おー、いいです。よし、バカでゲートが来たぞ。ふぅ、くそ、これはどうやる、目から来るのか。はい、さあ、これは一番右から、あ、右は、あ、範囲に入ってない。あ、くそ、くそ、あいいですよ、いいですよ。範囲に入ってないよ。
か。赤いゲージを見て、うんうん、赤いゲージ打ってくるんで、そうだ、罰を押さないと隠れないんだったね、はい、ちゃんと。はいはいはい、右ちょっと危ないですね、右はちょっと危ないです、うん、はい、赤で打ってきます、うん、あ、やってきた、お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 、はい、左に持ってきますね、はい、右持ってきます、うん、右下のね、あ、ロケットランチャー来ました、あれ、はい、ロケットランチャー、ね、私打てたかな、あ、ロケットランチャー来てます、ロケットランチャー来てます、はい、はい、ロケットランチャー来てますね、はい、いいですよ、ロケットランチャー今打ちました、うん、はい、おお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 、完全にシューティングになってる、はいはいはい、ロケットランチャー、はい、もう体力はもう少しで多分終わりですね、うわー、やばいやばいやばい、あー、ロケットランチャー打たないと、いやー、やばい、おー、いいですね、さっきよりスムーズでしたよ、ミンさん、うん、慣れた、慣れました、うん、あ、トラックです、次、はい、はい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 、あ、いいですね、ちょっと車の耐久力もなくなってきましたんで危ないかもしれないです、死んじゃった、あー無理だ、どうしようかな、集中しよう、集中してやろう、もう一回行くぞ、はい、はい、行きます、カーチェイスバトルの難易度を下げますか、下げたくない、下げたくないよ、悪魔のささやきが今一番、下げたくないよーカーチェイスバトルの難易度を下げます、はいはい、マジかー、うそー、こんな難しいの、あれー、なんかいつかヘリコプターとか撃ち落とした気がするんだけど、あれタン君1極みって難易度が高い、もしかして高くないですね、さらに言うならですね、うんうん、ノーマルモードから先ほどは、うんうん、イージーの方にですね、ランクを下げまして、挑戦してやったんですけどね、うん、あの難しいってことはないですね、わかった、ふぅー、出た、ラスト10、ラスト5、4、3、ラスト10、ラスト10でーす、ラスト5、ここで結構削られちゃったないとは思います。ほんと？じゃあちょっとここまでにしといてやるか。はい、ちょっとね、最後の方はお見苦しいところを見せてしまいましたけど、ちょっとあくん、はい、私ね、シューティングになるとね、そういうあれクソとか言っちゃうの、ダメだね。いや、まあしょうがないですよ。口はね、みんなね、災いのもとだよ。ね、いい言葉遣いを使いましょうね。はい、ダン君どうだったかな今日は。よかったですね。協力プレイしたね、一緒に。あ、はい、ラスト10とか5とか、うん、あれ、私の言葉遣いがくそ
ちゃうよ、取っちゃうよとか言ってたから、ちょっと怖がってるじゃないの。大丈夫かな。怖がってはないですね。大丈夫です。よかった、はい、よし、仲良くしようね。もう仲いいからね。もう仲いいんですけどね、うん、ちょくちょく言われる、うん、うん、そうそうそう、隙があったら言うからね。はい、ではでは、今までも龍が如くだったりいろんな動画が流れていますので、よかったら過去のものも見てみてください。というわけで今日はここまで、またみんなお会いしましょう。バイバーイ。はあ、ごめん。もう、ね、口も手も出るわ。ごめんね、痛かったね。あれ、最後は多分本当の俺の本音の僕に対する気持ちが多分最後ぐらいにダッつって本当はこう歯止め効かなかったんだね、手のね、自分のね、そう、制御は効かなかったんで、きっと。そんなことないよ、タグ。ありがとうね、今日もね。サニーさん、うん、仲良くしましょう。あー、言われちゃった。あー、もう終わろうね。